ださい。ハッピーハッピーしてますか。ハッピー探してますかっていうやつなんですけど、あ、まあ結構っていうか時々ね、やっぱこうハッピーをつかむのが難しいなとかってありますね。とかって落ち込んだりすることもあるんですけど、今日はですね、今日一日、あ、まず日付からいきますか。日付はですね、そうですね、日付が2月の5日、日本は金曜日ですね。でここが4日の木曜日で、時間がですね、日本は朝の8時51分で、ここが、フロリダが夜の6時51分ってところですね。ここは摂氏何度ですか。今は晴れていて気温は13度です。まあ、こんな感じですね。ちょっと肌寒いって感じがしますよね。まあついでにニューヨークも聞いてみましょうか。ニューヨークは摂氏何度ですか。ニューヨーク州ニューヨークでは今は晴れていて気温は4度です。結構寒いですよね。ちょっとじゃあ沖縄県も聞いてみましょうか。沖縄の那覇は摂氏何度ですか。日本那覇市では今は晴れていて気温は17度です。あー最高です ね、 ね、沖縄は最高っていうやつですね。あったかくていいっすね。今ですね、チキンをこう焼いてますね。骨と、タイミートとレグミートと、ちょっとこっちします。アクションよ。ちょっとビールで蒸しますね。美味しそうですよね。横着ライフっていうやつですね。今日の野菜は、よいしょ、セロリをかじりながら、オレンジ、あとチーズ、白と黄色いやつ、もうすでに食べやすいように切ってあります。こういう感じで食べやすいように、まあそうするとこうね、すぐ食べれるし、料理に時間がかからないっていうやつですね。チキンももうこう食べながらっていうやつですね。まあ本当横着ライフになっちゃいましたね。まあセロリも食べ慣れると結構いけますね。うん、なんかいい感じの色になってきました。こういう感じで手羽とタイミートとレブミートなんですけど、骨を外してあります。
で塩コショウをしてジプラックに入れて冷蔵庫に入れてあったっていうやつですね。まあですからそういうふうな形にするとパッてこう鍋に入れて油も引いてないんですけど、まあ中火で、まあちょっと今弱めましたけどこういう感じで、でまあ横着な食事ですよねほとんど座っていて、まあね、たまにはキャベツ、白菜、そういうのをかじりながら、まあ、今日はここから、西海岸というか真ん中ぐらいでしたね。エジソンさんの、まあ、先っぽの方に近いんですけど、フロリダ州のね、このフロリダ州の先っぽのところにエジソンさんとヘンリー・フォードさんのこう家があって、でそこで博物館とか研究所みたいなところとか、フォードさんの車とかね、いろいろありまして、あ、ぜひおすすめですね。まあアメリカに住まわれてる方々、冬は冬でも夏みたいな感じなんで、フロリダマイアミの近くあたりですね、ぜひこう博物館と家にこう行かれるといいと思いますね。まあ僕らのこの電気とかこの携帯とかの元になってるものをこうエジソンさんがこう発明されたっていうことでね、なかなか良かったです。で魚釣りがなんか好きで、あの裏庭でね、なんか魚釣りとかやってたみたいですね。なんかいい感じの家でした。フォードさんの家もこうエジソンさんの家も、まあぜひね、あの来てください。あのなんかね、やっぱりそういう歴史的なものをこうやっぱ感じましたね。なんか、まあ、そういうこう機械みたいなものをね、こう時間を作って行かれるとね、いいと思いますあんまりね、言葉にできなくて、うまく表現できなくて申し訳ないんですけど、まあ今日はそんなところですね。で今また南にね、ちょっと下ってきて、ちょっと田舎ですね。ここはなんていうところだったかな、プンタゴルダっていうところに来てますね。プンタゴルダ、なかなかいい感じですね。まあこの赤いところがマイアミで、今いるところのピカ、青くピカピカ点滅してるのが自分がいるところですね。マイアミまではだいたい2時間半ぐらいですね、車で行くと。そんなところに今います。で久しぶりに電動一輪車また乗って運動して、まあ楽しかったっていう感じですね。まあ今日はこうちょっとね、あの横着な食事っていうことで、ね、ほとんどこう焼くだけ、あとはかじるだけみたいな感じなんですけど、そんな感じの食事をいつもじゃないですけど、まあ大方そんな感じですね。野菜を食べながら、まあ横着な
食事でした。味、また野菜。